さあここからのお時間は日本の匠の技が凝縮された素敵な作品をご紹介したいと思います。今回ご紹介する匠の作品は家、建物を創造する技能、東京都左官組合連合会による漆喰鼓亭です。お話をお伺いするのは一級左官技能士技能グランプリ優勝者八幡さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速、はい、視聴者の皆様に左官の匠の作品をご覧いただきましょう。はい、それでは早速こちらの作品のご紹介をお願いいたします。はい、これはですね、はい、隅田川の、まあスカイツリーも映ってますけれども、隅田川をイメージして花火大会のイメージをしてます。はい、美しいです。施工の仕方を教えていただいてもよろしいですか。はい、漆喰鼓亭の場合はですね、はい、いろんなその技法がありまして、鼓亭だけで、作る技法と、それから筆なんかも使いながら、作る鼓亭、技法があります。これはまたちょっと違っててですね、はい、こういう花火の一枚一枚こうなんていうのかな、飛んでるところ、はい、全てがステンシル工法でやってるんですね。下敷きをですね、はい、カッターで切って、はい、切り抜いたところにこれを一枚一枚入れてるっていう、そういう工法なんですよ。で意外と優しいやり方ですね、はい、貼り付けるようなイメージ、貼り付けるようなイメージです。普通ならば、はい、コテで全部こう作るんですね、はい、ところがこれはそうではなくて、もう作られたものにこう漆喰の中に入れ込んでいくっていう方法です。なるほど。でこの下の方はそういうことしてないで、はい、コテでこういうふうにこう横にこう全部塗ってます。なるほど、はい、そういうそれぞれ部分によって、ね、はい、その施工の仕方が変わっていることですね。はい、ではまずそれではお隣の作品もご紹介いただけますでしょうか。はい、これはですね、菊ですね。はい、はい、で菊、まあ見た通りでございますけど、結構細かい作業です。はい、はい、はい、ちなみにこの例えば一つのお花を作るのにどのぐらい時間がかかったりするんですか。そうですね、だいたい1日ぐらいかかってます。はい、1日、いや1日かかってます。ということは全て作るのに約1週間、そしてデザインを入れると10日ぐらいかかってます。腕のいい人だったらもっと早くできるかもしれませんけど、そのぐらいちょっと時間かけてます。いや本当に根気のいる作業ですよね。じゃあ全て同じ色を使っているのに、はい、本当にもう立体的なのは、ね、はい、本当に漆喰ならでは、はい、はい、ですね、はい、やはり1日かかるということは、この花びら1枚1枚が、なんていうのかな、ピンセットで埋め込むような感じで、はい、作ってますので、はい、結構時間かかります。本当に一つ一つの作業を丁寧に、まさに匠の技ですね。はい、はい、本来はもっと若い人じゃないと集中力が出ないかと思うんですけど、私ぐらいの年になるともう集中力欠けてしまうので、なかなかうまくいかないんですね。いやもう本当に素晴らしいです。じゃあ続いてお隣も素晴らしいのですが、ご紹介いただけますか。はい、こっちはですね、富士山の絵ですね。はい、はい、でこの絵とですね、はい、それからさっきの花火、はい、これ同時で作成してるんですね、作ってるんです。で9月ぐらいかな、はい、パラリンピックが行われましたけれども、その時に、外国人向けの、日本の伝統の技を紹介しようというイベントがありまして、その時に作ってるんですね。世界中の人がイメージできるものを題材に、はい、そうなんです、はい、美しいです。まあ日本といえば多分富士山だろうと、はい、間違いないですね。ということで、これを作りました。それから花火の方もそうですね、スカイツリーが有名なので、そういうのもちょっと入れて作りました。美しいです。こちら雲海ですか。雲海なんですよ、はい、雲海なんだけど、雲海に見えるかどうかね、心配なんですけど、バッチリ見えます。カメラの捉え方でだいぶ違うかなと思うんですけど、はい、そんな感じでイメージしたんですけど、はい、ちょっと心配なとこもありますけどね。美しいです。八幡さん、素晴らしい作品のご紹介ありがとうございました。はい。